アイザイア・ヤングはアメリカ合衆国カンザス州出身の陸上競技選手。専門は短距離走、100メートルで9秒97、200メートルで19秒86の自己ベストを持つ。2017年ロンドン世界選手権男子200メートルのファイナリストである。ジャンクションシティ高校時代の2008年に陸上選手としてのキャリアをスタートさせた。また、 高校時代に重量上げを経験している。2009年から2010年2009年6月の全米ジュニアオリンピック男子100メートルを10秒78、男子200メートルを22秒56で制して2冠を達成。2009年と2010年の全米短期大学選手権では2年連続で室内と屋外のファイナリストになった。 2012年から2013年2012年6月の全米選手権に出場すると男子100メートルは10秒41で予選敗退に終わった。男子200メートルは決勝まで進出し、決勝では追い風参考記録ながら自己ベストを上回る20秒16をマーク。ウォーレス・スピアモン、モーリス・ミッチェルに次ぐ3位に入り、ロンドンオリンピックアメリカ代表の座をつかんだ。 2012年8月のロンドンオリンピックの男子200メートル予選を20秒55で突破し、世界大会初出場でセミファイナリストになったが、準決勝は20秒89の組発着で敗退した。2013年5月23日の全米学生選手権東地区予選の男子100メートルで初めて10秒の壁を破る9秒99をマークすると、 翌月の全米学生選手権、男子100メートルは9秒96で3位、男子200メートルは20秒17で2位に入り、2種目で表彰台に上った。2013年6月の全米選手権に出場すると、男子100メートルは決勝まで進出するも10秒12の6位に終わった。男子200メートルは昨年に続いて決勝に進出し、決勝では、 自身初の19秒台となる19秒86をマーク。タイソンゲーに次ぐ2位に入り、モスクワ世界選手権アメリカ代表の座を掴んだ。なお、後にタイソンゲーのドーピング処分により、順位が2位から1位に繰り上がった。2013年6月30日のダイヤモンドリーグ、バーミンガムグランプリ男子100メートルで、プロとしてのキャリアをスタートさせた。 8月のモスクワ世界選手権の男子200メートルには、ウサイン・ボルト、ウォーレン・ウィアに次ぐ今季3番目のタイムを持って出場すると予選を20秒70で突破し、昨年のロンドンオリンピックに続いてセミファイナリストになった。準決勝では予選のタイムを大幅に縮める20秒36をマークするも組3着に終わり、 着順で決勝に進出できた組2着とは0秒23差、タイムで拾われた最後の枠の選手とは0秒03差で決勝進出を逃した。2014年5月の世界事例男子4200メートル予選で3走を務め1分21秒35をマークしての決勝進出に貢献したが、決勝での出番はなかった。6月の全米選手権に出場すると、 男子100メートルは10秒43で予選敗退、男子200メートルは20秒55で準決勝、敗退に終わった。2015年5月の世界事例男子4200メートル予選で2層を務め、1分20秒78をマークしての決勝進出に貢献した。前回大会と違い、今大会は決勝にも出場したが、3層のカーティス・ミッチェルとのバトンパスがうまくいかず、 オーバーゾーンで失格になった。6月の全米選手権に出場すると、男子100メートルは予選で追い風参考記録ながら9秒85をマーク。準決勝も9秒93で突破したが、決勝はタイソン A、トレーボンブロメル、マイクロジャースにつく10秒00の4位で表彰台を逃した。男子200メートルは予選でいきなり19秒99をマークすると、 準決勝は20秒19で突破。決勝では、今大会2度目の19秒台となる19秒93をマークし、トレーニングパートナーのジャスティン・ガトリンに次ぐ2位で、北京世界選手権アメリカ代表の座を掴んだ。8月の北京世界選手権、男子200メートル予選で20秒51の組6着に、終わり、2大会連続の準決勝進出はならなかった。 2016年7月の全米選手権に出場すると男子100メートルは10秒21で準決勝敗退男子200メートルも20秒59で準決勝敗退に終わり2大会連続のオリンピック出場を逃した2017年3大会連続の出場となった4月の世界リレー男子4200メートルで3走を務め1分19秒88 銀メダル獲得に貢献した。6月の全米選手権では男子100メートルと男子200メートルの両種目でファイナリストになった。しかし男子100メートルは予選で自己ベストを4年ぶりに更新する9秒97をマークしたが、向かい風のレースとなった準決勝は10秒20、決勝は10秒25とタイムを落として8位に終わった。 男子200メートルは予選を全体1位の20秒29、準決勝は全体2位の20秒28で突破したが、決勝は20秒42で5位に終わった。この結果、三大会連続の世界選手権アメリカ代表の座を逃したかに思われたが、男子200メートルで2位に入ったクリスチャン・コールマンが100メートルに、1年、3位に入ったエリア・ホール・トンプソンが怪我で辞退したため、 ロンドン世界選手権男子200メートルのアメリカ代表に選出された。3大会連続の出場となった8月のロンドン世界選手権男子200メートルでは初の決勝に進出した。準決勝を全体1位の20秒12で突破したためメダル獲得も期待されたが決勝は20秒64で8位に終わった。記録欄のうちの数字は風速で プラスは追い風を意味する。ダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した、ポイント対象レースの数を意味する。ありがとうございます。